はい、パチンコ、アマデジ、勝ち組、負け組の差ということで、まあ、重要なとこ3点ほど書いてみました。1ですね、我慢。これはですね、一番重要なんですけど、よく、まあ、パチンコ趣味にですね、行くんならいいんですけど、とりあえず、相手台に座ろう、行くんならいいんですけど、負けてもいいから、とりあえずやりたいから行くっていうんだったらいいんですけど、もう本当に負けたくない、勝ち組に回りたいという場合は、もういい台がなかったら我慢して帰る、これぐらいの根性がなければ勝ち組には回れないです。あと好調モードで打つということで、だから好調モードっていうのは、以前にも説明したんですけども、もう波がこう上昇してる、アマデジだからもうこういう風に出ると、もうこういう角度で手玉が上向いてる台ですね。で、今日も最後にですね、最近出た爆発台の波を紹介しますんで、最後までぜひお聞きしていただければ幸いです。で、好調モードで打てない人が結構多い。私も人のことは言えないんですが、もしかしたらこの飲まれた台で出るんじゃないかなって打つ、そのお金がもったいないですね。あと3つ目、使う金額を決めている。例えば1円パチンコですとか、まあ4円でもそうですけども、まあ4円だったら1万ですね、僕の場合は。4円で1万、1パチだと、1パチだとね、2000円。もうこれ以上使ったらもう勝つのがちょっと根性余裕でないっていうことで、ここで帰れる人と帰れない人で大きな差が出てきます。4円パチンコ1万、1パチ2000円。これも2000円取り返したらもう3000発、4000、5000発。取らんと勝てないですからね。だからもうこの辺で決めて、これいっぱい持ってかないことです。2000円で帰ろうと思ったら3000円ぐらいでしか持ってかない。4円で1万、4円パチンコやるんだったら1万ちょっとしか持っていかない、こういう根性が本当必要なんです。今日もすいません、足で押さえて手で消します。で、先ほどお伝えしたように、最後に最近出た爆発台の波を紹介します。まあ、いつものようにこう出玉、こっち、まあ、数をですね、時間。今回はですね、ちょっとあまりおすすめできないんですけど、こういうのあったよということで、やったよ。大ハマり、大ハマり。かなりハマり。ここで、こんなになってくださってます。で、3連チャンかな、ここ。3連チャン。3連チャンで終わってやめてったんですね。通常ですと、こう、まあ、この前の波を真似するということで、ね、こういくんですが、ここね、単発出たんですよね。して、このまま、ここの出た回数、より少ない回数で出たならば爆発です。出ました。もうここの回数よりここを上回った回転数多くなったらやめようと思ってたんで、これがこういったら下方向なんで、ただここのこの3連チャンの後の単発で、ここが60回出たとすると、こう60回以内でここ出れば出たんです。9連チャン150飲まれて、なんと13連チャン。
2万発かな。1パチだったんですけど、これ1000円で2万円だから1万9000円勝ち。これはあまりおすすめしないんですが、まあ、200円ぐらい使って200円400円使ってみるということで、この場所よく3、1、9、10、3とかってあるじゃないですか。4、1、9、11とかね。そこではこういう波が多いです。では5分超えて、あの時間長くなってきたんで、また次回ということで、かつアマデジ動画って感じで検索したらいろいろ出てきますので、今後ともよろしくお願いします。失礼します。